ルイージ・ピランデルロは20世紀のイタリアの劇作家、小説家、詩人。1934年のノーベル文学賞受賞者で、ある。ルイージ・ピランデルロとも表記される。ピランデルロは、シチリア島、アグリジェント郊外の小村カオスで生まれた。父ステファノは、異様産業に従事する裕福な家系の出身。母、カテリナ・リッチ・グラミットも、 また裕福でアグリジェントのブルジョワ階級の家系の子孫であった。自宅で初等教育を受け、1880年に移住したパレルモの高等学校に通った後、1885年ローマ大学に入学。ところが教師との衝突により、ドイツのボン大学へ転校する。ここでは言語学を専攻し、哲学の学位を得る。ゲーテのローマヒカの翻訳を携え、 イタリアに戻ったピランデルロは文学で生活していこうと考える。1894年、父親の紹介により、彼の商売仲間の娘、アントニエッタ・ポルトラーノと結婚。妻は修道院で教育を受けた、おとなしい娘であったが、ピランデルロとは全く面識がなかった。ローマに移住し、二人の息子と一人の娘を設けた。1904年、 イオウ鉱山が洪水に見舞われ、父親が破産する。結婚時産金の多くを投資していたアントニエッタも、精神錯乱を起こす。ピランデルロは、ローマの女子高等学校で、文学教師として働いたが、家庭ではしばしば理不尽な狂気の発作を起こす妻に、対して、常にもう一人の自分を用意しておかなくては、ならなかった。1914年、第一次世界大戦勃発。 ピランデルロの二人の息子も戦場へ行ったが、長男はオーストリア軍の捕虜となり、次男は戦線で薬病にかかった。一人娘は自殺未遂事件を起こす。終戦後、息子たちは無事帰還する。1915年、母が死去。終戦後、演劇に興味を持ったピランデルロは戯曲を発表。評判がよく有名になっていく。1921年、代表作。 作者を探す6人の登場人物発表。1925年、長男がローマに芸術座を設立。ピランデルロはこの指導者となる。ローマを近代劇の中心部にしようと運動を起こす。ヨーロッパ、アメリカ、南米などにも巡業をするが、商業的には失敗し、芸術座は1929年に解散した。1934年、ノーベル文学賞受賞。 1936年12月19日、ローマで死去。69歳。パレルモの公園にある、共造技局小説集会部来、同時大臣の肖像法制大学出版局、1981年、P36。会部来、同時大臣の肖像法制大学出版局、1981年、P35。ありがとうございます。